ペットボトルの上部を切り落とし、縦長の容器を作ります。同じものを2つ作ります。60度のお湯を片方のペットボトルに半分くらい入れます。氷水をもう片方のペットボトルに半分くらい入れます。水が入らないように空のペットボトルを氷水につけて冷やします。ペットボトルが冷えたらシリコンで栓をします。ペットボトルをお湯の中につけて様子を観察します。